人事チャンネル今回は文芸評論家の小川栄太郎さんをお招きしてお届けしていきます。まあ、文学のみならず、音楽も加えたようなですね、評論活動っていうのは、小川さんの専門であると理解してるんですけど、えっと、作家の値打ちという本がございまして、こちら、小説ですよね、うん現で現。現役の作家のね、小説家100人を選んで、はいうん、それにその論評と点数をつけたんですね。うん でこの「文芸評論」ですよねっていうのはなんかどういうジャンルなのか一体何なのかっていうところからちょっととお願いいいしたいなと思います批評と創作っていうのはあのもともと一体のものといいますか、うん、セットになってるんですねつまりえ表現者が一方にいますとそれ受け手の側がいますよね。 表現をする側がいればそれを聞いたり見たり読んだりする側がいるでしょ、うん、でこのあの受け手の側の言ってみれば、えー、論理が批評になるわけでしょ、うん、そうするに面白かったとかつまらなかったとかっていうところから始まってね、はい、そう受け手の側のその論理でありまた受け手の側の一種の口、えー、論というかな、うん、公の議論が、えー、決まってくると、うん、そうすると モーツァルトという人が、えー、要するに聴衆たちの間で受け入れられ歴史の中で受け入れられていくと、うん、これは創造した創作者であるモーツァルトという人がいて受け手がいる、うん、でこの受け手の側の,あの論理を構築をしたりまた受け手の側の,その心情をあのきちっと表現をしていくというのが批評の役割になりますよね。 で同時に、えー、批評といってもそういう創造的な仕事を批評をする人間が受け取ってそれをもとにして自分の創造をするという流れにもなってくるわけで、うん、あの例えば今音楽の例を出しましたけれどもモーツァルトっていう作曲家一人いると彼自身はその前のいろんな作曲家あるいは同時のいろんな作曲家の 批評家でもあるわけです、ねうん、つまりいろいろ聞くじゃないですかモーツァルトも自分が聞いてあるいは楽譜を読んで、うん、あこれはあこの部分はすごい面白いからいただきみたいにしていると<ー>つまりこの「需要」と「創造という受け止めてそれを創造しに使っていくっていった時のその需要する側の役割を大きく言って批評っていうんですけど、うん、同時に、えー、その批評 大きく言うとじゃあ何を受容するんでしょうかってった時に大きく言うと人間の社会全般を受容してるわけですよね、うんうん、政治がこうだ経済がこうだといこんな事件があったとかでそういう意味で言うと批評っていうのは大きく言うとその経験をしますよといろんなことが起こりますその起こったことに対する一種の、えー、感想や 知的な理論的な反応になるわけですから一番小さく言えば音楽についての批評があります、うん、音楽評論がありますとかあるいはそういう、えー、文芸で小説家の小説を評論する人たちがいます、うん、でも大きく言うと、えー、例えばもうソクラテスプラトンアリストテレスから始まるような 哲学っていうのも大きな意味で言うと世界を解釈する人間の世の中を解釈するという意味では批評なんですね。うん、だからあの一番大きく言えばそういう人間の社会を広く解釈をする仕事が批評であり、うん、で小さく言えばそのジャンルの,の、まあ、品定めをするような話が批評になるっていうことになります。一、うん、一般人からして、例えばその文学ということに関する批評で、多分一番、 なんか大きな指標になっているものが賞だと思うんですよね。うん、芥川賞とか直木賞とか、うん、そのあたりですよね。ちょっと忖度なくはっきりいかがお考えでしょうかね。うん、それはね、あのー、今私が作家の値打ちという本を書いたのが、うん、まこれあの出版社から頼まれて書いたんです。うん、だから私自身はあのうーん古典を元にした、うん。 要するに古典をもとにした人間を研究したいっていう動機なんで小説のこう品定めをするような意味での批評家とは自分は思ってないんで、うん、だからこれはもう頼まれてやった仕事なんだけど、はい、その時の問題意識はね今おっしゃった通りで、うん、要するに今の文学賞というのは全く批評になってない、うん、批評として機能してないということがものすごい深刻にこの国の文化全般を悪くしているんですね。うんで 今の芥川賞、えー、直木賞について言いますとこれがまあ日本代表する賞になるわけですけれども、うん、えまず大きなあの問題として、えー、選考委員の任期が長すぎる、うん、それから交代がないそれからもう一つは批評家が全く入らなくなって久しいですね、うん、昭和の終わりぐらいからなんで。すね あので作家のだけになってくるとしかも年限が長くなってくるとこれはその一種の,あの権力の腐敗が生じます、うん、当たり前であってその政治であれ会社であれあるいは芸術の世界であれその長く、えー、重要なポジションを同じ人たちが独占をすればそれは腐りますね、うん、ですから、まあ、今の日本の文学賞というのは、えー、どんどん増えましてね やたたららめったら多いんですよ賞がこれ平成年間にばん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 増えていって昭和にはそんな川端康成や谷崎潤一郎みたいに照明を保った大作家だってそんなに賞を取ってませんから、うん、生涯にまあその国内の賞ノーベル賞とか別にして国内の賞だったらまあ3つから5つがせいぜいだけど今私これ調べてびっくりしたけどねみんな10も15も賞を取ってるわけですようん、うんな。なぜかとと単純で 同じ顔ぶれの人たちの中でたくさん賞が増えたんだから、うん、それはみんな持ち回りでん同じ人たちなのか評価する人たちは。だからこれね日本の文学賞っていうのはなかなかす凄まじい制度で、うん、要するに賞をあげる人人ともらう人が一緒なんですよね <laughs> こんな賞は世の中はあんまりないと思いますけども、ね、まあただ日本はね結構そういう文化を中心とした各界の賞が。うん やっぱりねこのねなんていうかな家元制度的なというかお家制度的にね、うん、なんかこうこう言っちゃなんだけど要するに手前褒めの権力者空間みたいなものになりやすいんだね、うん、要するに本当のこう競争とかよりはの要するに作家の世界も同じで芥川賞の選考委員がいますと、うん、でここに例えば谷崎賞の選考委員がいます、うん、で別のまあ 泉教科書の専攻員がいますと、うん、そうまあ重なったり違ったりしますけどまあ芥川賞は新人賞だからあれだけども「そのあお前にあげるよと」と、うん、まあ暗黙のうちか知らないけどさあげるわけやん、はい、じゃあ今度「あもらっといたからお前にも今度あげるよと」と <laughs> 言ってみればその同じ顔ぶれの中で賞を持ち回りしてるようにしか思えない、うん、であのみんなが素晴らしい作家で。うん あのもう素晴らしい作家ばっかりがいたらいいんですよね、うん、じゃあしょうがないじゃん素晴らしい作家同士がお互い賞あげあって本当に傑作同士だからしょうがないよねって話になるけど、うん、あの全くひどい小説だらけです今<ー>で私はこれショックを受けた平成の10年代後半から本当に日本の文壇小説というのはひどい小説だらけになって何をもって素晴らしいかひどいかなんですかそれは あのー、単純な話で、うん、何をもって素晴らしいかどうかっていうのはあの短い一個一個短いけれどもこれを読んでいいいただくといいちゃんと全部読まれたんですよね、すごいで例えばこれを読んで私が80点をつけている書 <laughs>、うんまあ点数をつけることがいいか悪いかというのは私別に点数をつける趣味があるんじゃなくてこれはそういう体裁の本を書けって言われたから書いたんですからねだ80点をつけている本があるとします。で私うん、うん、80点の理由が書いてありますよで 皆さんんがそれを読んでくれたらいいんですうん、うん、です私が20点つけてる小説が、はい、でそれを読んでいただいたらいいんですそれをあの10作品ぐらい試しに読んでいただいた時に、うん、皆さんのでしかも例えばいいのは賞を取ってる作品がありますね、うん、だら例えば今パッと見にして0点がついてる珍しい小説があるんだけど0点がついてる小説が読売文学賞を取ってますあ<ー>ね 32点取ってる小説が谷崎純一郎賞を取ってます、はいね、これが大事なんですよ。うん、あのなんかね私のこの本に対しても、えー、世評をね、うん、世の中で言われてる定評をわざとなんか無理して転倒する要するに気をてらってるように<ー>言う人私ね <laughs> あの今の日本人ごとき相手に気をてらわない悪いけど <laughs> 全く気をてらうレベルに達してないんで、うん、私は自分が素直に思ったことしか一つも全く意識したことないからね、うん、これ芥川賞を取ってるけど芥川賞は気に入らないからちょっと点数下げてやろう0%だからはっきり言って何の興味もないし、うん、というか賞を取ったかどうかなんて私知らないで書いてるからどの小説が何賞を取ったっていうのは 編集者がつけただけで私知ららないからねたまたま後で見ると「お、賞を取ってる小説の点数が低いことでびっくりする」うん「賞を取ってない」「88点」うん「新潮文庫」うん、とかね「えー、76点」「草原推理文庫」だけど「賞、うん、を取ってないよ」みたいなね、うん、だから賞を取ってなくて点数高いものがたくさんあって賞を取ってて点数が低いものがたくさんあるわけですよね。うん でその時に、ねうん、私の評価をどうが正しいと思うかどうかは皆さん次第なわけじゃないこれもつまり私も批評されてるわけそうするとあの谷崎潤一郎賞を取ってるのに私が30点をつけてうん、うん、で皆さんが読んだ時にいやこれは谷崎賞の言う通りで小川さんの方が間違ってるというのがもし10例中7例あったら私のこれは当てにならない本だと思ってあの。 捨て,た捨てちゃったらいい、うん、でも谷崎賞を取ってる芥川賞を取ってるあれいはとか賞を取ってる直木賞を取ってるのに、うん、私が20点をつけてると、うん、いや確かにこれもそうだしあれもそうだし小川さんの言ってる方が正しいなと思ったら今の賞は文学賞は批評として機能してないと皆さんが判断したらいいんです。うん、で私はじゃあ私というのは小川やったら個人じゃないね。うん、つまりこれは皆さんもそうなんですけど人間というのはそれぞれ。 自分が生きてきた過程を背負っているわけですからね。うん、そう私の場合は、えー、子供の時からずっと本を読んできました、うん、そうまあ古今東西の思想から芸術から、えー、あらゆるジャンルについてのまあ、えー、読書経験というものがありまた執筆経験がある中でつまり私が、えー、とりわけ明治から昭和にかけての日本の近代文学については。えー 最も、えー、深入りをしてき、えー、た世界なんですね、うん、残念ながらあのそのジャンルの、えー、まとまった本がないのでいろんなところに分かれてちょっとずつ評論が入ってるだけになってるんですけれども、うんまあ、政治とか <laughs> 他のジャンルの本ばっかりになっちゃったから、うん、だけどもともと私がその明治から昭和にかけての近代文学というものが一番、えー、私自身があの追ってきた。うんうん、ですからそういうい 歴史を背負ってて評論していますそれは小林秀夫さんであったりとか福田恒有さんあらですそれは批評家ですね。うん、そうじゃなくて今言ってるのは<あ>、まあ、もちろん彼らもそうなんだけど、うん、その尾崎公、はい、陽の坪ち商用からその石原慎太郎や、うん、大江さんとかね。まあ文学の全体性のおけるこれがまあ生涯をかけて、まあ、最もよく。 えー、読んできた。最もよくその深入りをしてきた。<ー>そして、専門的な研究も研鑽も重ねてきた分野だから。うん、そういう意味での近代文学、日本の近代文学の研究と経験が。ある人間が読んだら、こうなるよということだと思っていただいてですね。まあ、スポーツとかだと、もろにこう数値で結果が出るような世界じゃないですか。うん、でも、やっぱり小説とか。 こうね、どう評価していいか分からないからこそその批評家っていう人たちのやっぱセットであるということですよね文学,文学の世界においても音楽の世界においても。需要といいうのは、ねうんえー、確定しないんですだからあ,のある昔の作家が再評価されたうん、うんね、今まであんまり注目されてなかったのにすごい評価されたというのもあればものすごい生前絶賛されてたのに。 あの30年経ったら誰一人見向きもしなくなっちゃったとっいうような場合もありますでしょ、うん、それから時代によってものすごく流行ってで没後100年はものすごく流行ったけど没後200年はまた全然ダメで500年ぐらいしたらむちゃむちゃまた評価が上がってくる、うん、つまりそ,のそういうものなんであのそれを踏まえた上でね、うん、その世界を楽しんでいただいたりしたらいい例えば私の評価がそれは全然 そんな批評家が何か言ったって意味がないという人がいます、うん、でいいんですよそれそういうことたくさんあるんです意味がないこともたくさんあるんですよで生前全く間違った評価をしてた批評家とかが後世ね、うん、笑いものになるこういうのたくさんあります、うん、で、逆にその後世になってあ非常に優れた評価をしてたなって言われる場合もあります、うんうん、でこれもまた 500年経つと逆になったりする。うん、だから何もあの私に限らず評価が何か価値判断を確定させるというつもりでやってるわけじゃないでしょうし、うん、あのただこう簡単に言うとこう受け止めたということを表現するプロって言ったんだな。絵画に関するその批評家っているんですか、えー、あもちろんあのもう絵画も映画もデ,デザインもうん、うん、あらゆるジャンルでその研究 者もいれば批評家もいますよねた、うん、だその批評っていうものはね今言ったその品定めということと自分がそ,のそれを通じてその受容する自分も表現者になるっていう逆説があるわけですから、うんうん、そういう意味でねあの例えば小林陵さんみたいな人はね文芸評論家って言われるけどあの、まあ、小説の品定めは 下手だし作家、うん、論もそんなによ,よくないというか作家論もあんまり一生懸命書いてないというかな、うん、あんまりそのいわゆる品定めをするという意味での批評家としてはあんまり一流とは言えない。つまり彼はあの広い意味での人間に対する批評家ですよね。うん、人間社会ととかあるいは人間という生き物に対して と文学と兼ね備えたというような意味の批評家ですし。また文章の達人ですから。うん、そういう意味ではもう純粋に三分の名人と言ってもいいでしょうね。だから。彼なんかはこんな仕事頼まれたら、作家のうちみたいな仕事は、まあ、まず。あの、面倒くせし、俺はやる気ねえっ,って断ると思うんですね。うん、実際にそんなに。あの、彼は、あと。小説の判断も。あまり。得意じゃない方だな。うん,う,んうん。うん。 うんな,るほどなんかね最近の小説は悪くなったみたいなことは書かれてたりとかしますよねなんか言葉の中で岡清史との対談の中で残ってたのかな,なんかねそれは批評というかまあ,、うん、あそれはねあの岡,さん岡清史さんについて小林との対談だと、まあ、人間の建設ですね要するにあれはまあそのこうむしろ20世紀入ってから、うん、そのいわゆる ヨーロッパの,その文化全体が、まあ、例えばピカソみたいなものを例に挙げてますけれども、うん、その無名を描いていると要するに仏教の無名界の無名ね要するにこれはあの人間の,その美とかあるいは人間の魂の進化というようなことと、まあ、むしろ逆行するということを岡さんはすごく言うわけだね。 人間は非常にに急激だからあのー、いうことを一生懸命彼は言ってますけどね、まあ、それは人間批評といったことだと思いますね。わ、ねうん、か,かこうなんでしょうねその小説ですよねとかもそうなんですけれども古典文学ですよね、うん、まあそれは「源氏物語」とか「平家物語」とかも含めてそうなんですけれども。うんうん まあ、そういった古典文学を読むことの重要性っていうのは小川さん伝えられてますけれども古典文学ですよね例えば読むならこういうのがおすすめとかあったりしますまあ古典はね、はい、なかなかあのそれをね例えば「ま、万葉集古今新古今」うん、まあその全て一生かけてあの読み続け深め続ける価値がありますし、うん、現代的な価値観で言った時に「源氏物語」っていうのがそのすごい どういうい意味があるのかってこれは要するに王朝の狭い世界でのもう行き詰まるようなね、うん、狭い世界での,その要するに高級の物語でしょつま、うん、りその女王皇位たちと貴族たちと、うん、そしてほとんどその前編にわたってその色恋沙汰それもまあ現代ではその非難されるようなそういうその 色恋もう,もう性的な意味でもこう、うん、性の乱舞と言っていいぐらい、まあ、非常にそういう世界です。うん、だからそれが例えば19世紀18世紀ル,ルソーとかからルソーとゲーテから小説近代小説ヨーロッパで成立するんですけどその前も物語はあるんだけど近代的な意味での小説のは一種のヒューマニズムとして始まりますからね。ですから そういう意味であの近代小説のヒューマニズムというものと例えば「源氏物語」の持ってるその独特のもうこの、まあ、人間をほとんど性愛の層で全て見ていくというようなねうこれ全く世界観もないも違います。だけど日本人として、えー、こういう古典を持っているものの意味は私が皆さんに言うというよりも、まあ、源氏なんか原文で読むの大変だとすればその。 園芙文子さんの役があったりとかですね、うん、まああんまりその今の平成になってからの役はそんなに私は進めないけれども、うん、そ,のそういう役で読まれてもいいからお読みになることはいいと思いますね。ただ、まあ、もしあえてね古典日本の古典というものにこう入っていきたいなという場合に私は、うんえー、一つだけ作品をって言われたら私は この「伊勢物語」をお読みになるっていうのは私はあの一種の叙情詩のような小説集ですねはい、はい、もう本当に短い、ね、<ー>で、えー、と講談社の学術文庫にとてもいいあの上下2巻ですけれどもあのであんまり辞書とかがなくても語尺があってあの十分 読める範囲だと思いますけどね。はい、わかりました。ちょっと僕も読んだことなかったので <laughs> 読んでみます。一世、うん、物語ですね。わ、うん、かりました。はい、ということで今回は近代文学から古典文学というところで、えー、文芸評論の十六世などについてもお話しいただきました。やっぱね、その日本人とは何なのかということをですね、しっかりと知る確立していくっていうことはやっぱりね、いろんな自分自身の人生にとってもいいし。 世の中にとってもいいということは思っております。ということで是非ですね今後とも小説であったりだとか日本文学ですよね読んでいきましょうということで締めさせていただきます。はいということでどうもありがとうございましたありがとうございました。